あなた様を信じております。お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。そのたちはまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。
忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ、鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。大変です。日吉の湯につながる橋が猛虎に奪われました。往来の多い橋を奪えば日吉を攻めやすいからな。よし、様子を見に行こう。ありがとうございます。なぜ猛虎はあのお方を捕らえたのか。何かご入り用でしょうか。また頼むぞ。どうかご分を。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それにたびたび湯に入れば長く栄えて命を全うできると言われています。さあどうぞ。暖かくて心地よいですよ。叔父上もいらっしゃればな。猛虎を倒したら共に人を巡るのも悪くない。なんという変わりよう。これで大軍にも打ち勝てましょう。猛虎軍すべてが相手でも不足ない。礼を言う。もったいないお言葉。湯は島のあちこちにございます。お探しください。ご養生は大切でございますよ。湯に浸かり戦に備えたお体をお作りください。
慮なくご覧ください。心配ない、志村様は殺されない。どうしてわかる？かけがえのない大方だから、かけがえに使うことができる。志村様が拒むこともあるだろう。お侍様なんだよ。そうだったら嬉しいね。あのお方は猛虎に屈したりしない。しなかったら何をされるか分かったもんじゃないよ。あんなの良い弓に勝る武具はございません。弓を強くいたしませんか。長尾忠頼様も羨む弓です。では少しでもお役に立てたでしょうか。さあどうぞ見ていってくださいよ。Merci fürs Zuschauen und see you next time. いいお日和ですな。志村様が捕まったそうです。どうかお救いください。